全体曲で、一番最後、まあ、ホロライブのイベントだったらもうあるあるなんだけど、一番最後に、みんなが T シャツで登場するっていうね、まあ、シーンがあるんですけども、これね、ちょっと見づらいかな、ちょっとアップして。これ実は、T シャツの種類があって、T シャツを大まかに、4つ種類があって、まず、白 T か黒 T かっていうのと、あと、へそ出しかへそ出しじゃないかっていうのがあって、まあ、去年で言うと、あきちゃん、あきらじ先輩、一期生の、同じ、事務所の一期生のあきらじ先輩は、だけ、黒 T だったんだけど、他の子みんな白みたいな、すごいカオスな状態だったんだけど、今回は結構バラバラに、まあ、それでも、でもそんなことないな。白若干多いかと思いきや意外と黒もいる。結構まばらな、睡眠事件ね。そう、去年はありましたけど、今年は、まあ、結構まばらな感じでした。なんだけども、まあ、今回ね、まあ、これ見てわかるんだけど、ちょっと見づらいかな。ここもうちょっとアップしてみると、へそ出しの子とへそ出さない子がいるんだけど、みんなへそ出してたわ。びっくりなことに。みんなへそ出し。そやん。そんなみんなへそ出す？え？ってぐらいへそ出してた。私は、お腹は NG なんで、お腹は出せませんでした。で、二日目に関しては、スイちゃんも、へそ出してなくて、デイ1、デイ2、合わせても私とスイちゃんしかへそ出ししてない人、二人しかいないの？嘘！デイ1いんの？みんなへそ出してんの？嘘！マジ？いや、うちはへそ出し NG ですよ。いや、当たり前ですよ。アイドルなんで。アイドルなんでとか言いながら、プニプニが気になるからとかやめろ。やめろよ。違うわ。お腹気になるとかじゃないし。違うわ。ちゃうわ。もうそんな感じでね。このように、もあったわけでございますよ。そう。水着はだって水着じゃん。できれば水着なって嫌だよ。着たくないよ。水着も。できることならば。もちろん。そりゃそうだろ。